次に浮島智子君、はい、浮島智子君。おはようございます。公明党の浮島智子です。よろしくお願いいたします。で、本日は学校教育とは何のためにあるのかという根本的なテーマに絞って萩生田大臣にお聞きをし、認識を共有したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。早速でございますけれども、大臣は自主休校、そして選択登校という言葉をお聞きになったことはおありでしょうか。萩生田大臣。新型コロナウイルス感染症の感染への不安から、いわゆる自主休校と称して学校に登校しない児童生徒がいることや、いわゆる選択登校と称し学校に登校せず自宅などでオンラインなどの活用した学習を希望される方がいることについては承知をしております。浮島智子君。先週の8日の日だったんですけれども、報道番組で自主休校の取り組みが紹介されておりました。で、その後もそうですけれども、私のところにたくさんの地方議員さんの方から、保護者の判断で学校に行かせなくてもよくなったのかという声が多く寄せられました。で、もちろんどうしても学校に馴染めなかったり、学校でいじめにあったりして不登校になった子どもたちはいます。で、この子どもたちをしっかりと支えることは私たち大人の責任だと思っております。で、また文部科学省のホームページにおける感染症対策に関する Q&A において、感染経路がわからない患者が増えている地域にあり、保護者から学校を休ませたいと相談されたが、どうしたらよいかという問いに対して、まずは保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講ずる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るように努めてください。その上で、新型コロナウイルス感染症については、現時点でいまだ解明されていない点も多いなど、の特性に鑑み、例えば感染経路のわからない患者が急激に増えている地域などにより感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要領上出席停止、忌引き等の日数として記録をして欠席とはしない場合もあり得ると考えられますと。で、なお医療的ケアを必要する児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒の中には、重症化のリスクが高いケースもあることから、主治医や学校医等に相談の上、個別に登校の判断をしてくださいと答えられています。で、このように文部科学省は感染症の予防上の保護者が子どもを学校に出席させなかった場合、感染の可能性が高まり保護者が申し出る欠席の理由が合理的と校長が判断する場合には出席停止とし、欠席とはしない扱いが可能である旨を周知しているということを私は承知をしております。で、これらの措置は当然だと私は思っております。しかし自主休校や選択登校に称しまして、そもそも保護者には子どもを学校に行かせるか行かせないかについてあらかじめ選択肢があるという誤解が生じることは私は大きな問題だと思います。そもそも学校という社会制度は何のためにあるのか、今国会でも大臣と私ども与党、そしてたくさんの野党の皆さんにも賛同いただいて、小学校35人の学級、これを実現したり、また年間10兆円に近い公費を公立の小中学校等に社会が投じているのはなぜか、憲法に定める義務教育の理念のもと、子どもたちの社会的な自立と国家社会の優位な形成者としての資質、能力を育むという教育基本法に定める教育の目標を実現するためだと私は思います。そしてそのためには学校において、教室において、意見の異なる他者、家庭環境など、社会的な背景の異なる他者と対話をし、共同しながら同じ経験をしたり、切磋琢磨することが不可欠だと思います。また子どもたちは、学校は子どもたちがリアルに集まるという固定観念の転換が必要といった掛け声のもと、子どもたちが学校に行く、行かないを保護者が判断するという仕組みにした場合、大変問題になってくるのが、私は児童虐待、これが見えにくくなると思っております。そこで大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、我が国の学校制度は、学校に行く、行かないの選択は、保護者が決められ、ホームスクリーニングのように認める仕組みではないと私は思います。自主休校、または選択登校という言葉が、そのような意味を持つならば、我が国の学校制度の基本的な考えと仕組みは違ってくるのではないかと思います。で、そして、学校はさまざまなバックグラウンドを持つ子どもたちがリアルに向き合って対話を共同する場であって、社会の分断に対する大変重要な防波堤になります。不登校の子どもたちや持病を持っていて、感染をどうしても避けなければならない子どもたちのためのオルタナビな仕組みは必要です。
しかし学校に行くも行かないも保護者の自由では、民主社会基盤である公教育は崩壊しかねないと私は思います。かねてから大臣とはこの点で認識が一致していると考えているところでございますけれども、昨今、この自主休校、選択登校という言葉が安易に使われていて、何の事情もないのに子どもを学校に行かせない選択肢が保護者にあるという考え方は、我が国の学校制度に合致するものではないと私は思いますけれども、大臣としてどういうお考えか、明言をしていただきたいと思います。萩生田大臣。先生、新学期が始まったこの時期にですね、極めて重要なご指摘をいただいたと思います。すべては今、先生の質疑の中にございましたけれども、改めて申し上げれば、家庭や地域の経済的、社会的状況等にかかわらず、すべての子どもたちに教育の機会均等を確保することは重要です。この趣旨に鑑み、日本国憲法第26条や教育基本法第5条においては、保護者が小学校、中学校等に就学させる義務を規定しており、特段の事情もなく保護者が子どもを小学校、中学校等に登校させないことは、この義務に違反するものと考えられます。その上で、新型コロナウイルス感染症への対応にあたっては、あくまでも特例として、保護者から感染が不安で休ませたい相談があった児童・生徒等について、同居家族に例えば高齢者や基礎疾患がある人がいるなど、合理的な理由があると、校長が判断する場合には、欠席とはしないなどの柔軟な扱いを可能である旨、昨年6月および本年2月に、持続的な学校運営のためのガイドラインにおいてお示しをしました。しかしながら、義務教育は原則登校対面が望ましいと考えており、まずは学校において、可能な限り感染リスクを低減させ、保護者の理解を得ながら、児童・生徒が登校して学習できるようにすることが重要であることから、引き続き児童・生徒の健やかな学びを最大限保障するため、必要な取り組みが適切に行われるように自治体に再度集中をしたいと思います。先生ご心配のとおり、実は昨年度末ですね、特に小学生で私立の中学受験を準備しているご家庭のお子さんなどがこれを理由にですね、一斉に休まれてしまったということを学校の校長先生たちからも相談を受けました。合理的な理由はなかなか見つからなくてですね、それは望ましくないという話だったんだけれども、しかし今はなんかもう雪崩を打つようにですね、皆さんが一斉に休んで、もう受験準備に没頭しているような状況は、本来の義務教育のあり方として望ましくないと思ってますので、改めてしっかり自治体に通知を出したいと思います。福島智子君。ありがとうございます。くれぐれも誤解のないように、文科省としてもしっかりとしたメッセージを発信していただけるように、再度お願いをさせていただきたいと思います。しかしいじめにあってどうしても学校に行くことができない、そしてそういう子どもたちを今の学校に通うことをこう強いることはできないと私は思います。でそのような子どもたちを支える重要な仕組みの一つが夜間中学ではないかと私は思っております。先日夜間中学の先生に直接お話を伺いました。で伺ったところ、ある子が学校に夜間中学に通ってきていたと。その子は学校でいじめにあって不登校になり、学校に行けなくなり夜間中学にずっと通ってきていたと。でそこに学校に夜間中学に通い始めてから年齢も国籍も異なる同級生に支えられて、優しさに触れ、そして勉強の面白さに初めて気がついたと。そして学ぶことということはこういうことなんだ、こんな楽しいことなんだということを自分が分かり、自分が一生懸命勉強し、この勉強の楽しさ、仲間の楽しさ、仲間というのは大切なんだということをみんなに伝えていきたいということで、自分自身が教師になったそうです。でこうしてやはりリアルに向き合う夜間中学だからこそ学べることだと私は思っています。で小学校35人学級が実現し、で現場で子どもたちの状況を把握し、一人一人にきめ細かい教育を実現する。でそのためには中学校35人そして30人に向けてさらなる取り組みが必要であると思いますけれども、学ぶ機会すら遠い方々はまだたくさんいらっしゃるのも事実でございます。義務教育を受けられなかった方、外国人の方、そして不登校の子どもたち、この子どもたちにとって最も大事な学びのある場である夜間中学、この設置促進に向けて我々公明党は全力をこれまでも尽くしてまいりました。でこの4月に新たに徳島、高知に開校し、来年4月には北海道、香川で開校予定となっておりますけれども、しかしこれらの4県の新設を除けば、まだ全国10都道府県28地区、34校の設置にとどまっているのが現状でございます。で私は2013年の8月の6日に代表呼びかけ人として、各会派の皆さんにお声かけをさせていただき、国会内でシンポジウムを開催させていただきました。
で、その後もさまざま委員会にて、この夜間中学の重要性を質問させていただいてまいりましたけれども、歴代大臣からのご答弁は重要であると、しっかりとやっていきたいという答弁をいただいておりましたが、なかなか進みませんでした。そこで、この本年の1月25日、衆議院の予算委員会でございましたけれども、我が党の質問に、総理から、さまざまな事情が義務教育で受けられなかった方々、外国人の方々、そして不登校の子どもたち、これらの皆さんに日本全国で学びの機会を提供する夜間中学を菅総理のリーダーシップで全国に配置していただきたいという質問をさせていただいたところ、総理からは、少人数学級の実現と同じように、来年度から5年間でこの夜間中学のすべて都道府県、指定都市に少なくとも1校を設置するという目標達成を目指してやっていくという力強い答弁をいただいたところでもございます。この5年間すべての都道府県と政令市に少なくとも1つ設置されるということを目指して取り組むというご答弁をいただいたところでございますけれども、このしっかりとした計画、工程表を作成し、知事や市長、総務省、連携をしながら、確実に実現していかなければならないと思いますけれども、現状と今後の取り組みについてご説明を願いたい。また、これからの夜間中学は ICT の活用をしながら、不登校の子どもたちやそれを支える市区町村の相談センターなど、ネットワークの要としての役割を果たし、自主休校や休校や選択登校といった公教育をないがしろにする動きをしっかりと向かい合うことが必要だと思いますけれども、併せて答弁をお願いしたいと思います。萩生田大臣。夜間中学は不登校などさまざまな事情により十分な教育を受けられないまま中学を卒業した方、我が国または本国において義務教育を修了できなかった方などに対して教育を受ける機会を保障する重要な役割を果たしているものと考えております。今年開校の徳島、高知の件についても今先生触れられていただいたとおりでございますが、夜間中学は設置主体は自治体でありまして、地域の実情に応じた取り組みが重要であることから、引き続き設置を支援する予算を確保するとともに、全国知事会や指定都市、市長会と連携しながら、各都道府県、指定都市に少なくとも1校設置されるよう、設置に向けた自治体の取り組みを促してまいりたいと思います。また、これらの夜間中学の在り方についてもご提言いただきましたが、例えば、京都市立洛雄中学校夜間学級においては、不登校特例校である同校の昼間の学級の生徒との合同授業や交流活動などが行われております。委員ご指摘のような一人一台の端末や、あるいは相談センターとの連携など、多様な生徒や地域の状況により、さまざまな活動も取り組みも見られることから、引き続き夜間中学における教育活動の充実を努めてまいりたいと思います。いずれにしましても、5年間という期限は総理が示された一つの目安なので、それは我々も共有していきたいと思うんですけれども、その工程表を作ってですね、計画的に立てるというよりは、やっぱり設置主体の自治体が、うちは必要なんだということの足元の確認をしてもらわなきゃならないんで、ニーズの調査の補助金を作っております。今年度は10件が採用いただくというふうに聞いておりますので、ぜひ、文科委員会の先生方のお地元はですね、ぜひ一件一件それぞれのお地元を確認していただいて、まだ設置のない自治体については本当に必要がないのか、どの地域に作ったら皆さんが通いやすいのか、こういったことを少しスタディをしていただくと本当にありがたいなと思ってますので、これ党派を超えて先生方のご協力をお願いしたいと思います。福島智子君、ありがとうございました。今大臣の方からもご答弁をいただきました。委員会の先生方にもご地元で夜間中学設置に向けて努力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は大臣が参議院の方ということで、万が一間に合わなかったらということで、丹羽副大臣にご答弁ということでお願いしておりましたけれども、本当にありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。どうも。これ座られへん。答弁者が座られへん。ちょっと待って、ちょっと待って。答弁者が来ないからね。どうもどうも。
次に古田